ルイ・ダビドによるコンピエーニュの16人のカルメル派修道女、カルメル会修道女の対話はフランシス・プーランク作曲のオペラ。フランス革命前後のコンピエーニュのカルメル会修道女の処刑を題材とする。全3幕。1957年1月26日にミラノスカラザにて初演され、成功を収めた。2位の三ンプがを担当し、 この時はイタリア語で歌われた。フランス語版上演は同年6月21日にパリオペラ座にて行われ、式はピエール・デルボーであった。本作が最初にイタリアでイタリア語によって上演された理由は、このオペラの依頼者である学府出版会社リコル・ディとの契約によるものである。プーランクの他のオペラはコミカルなディレジアスの入房ソプラの一人によるモノオペラ。 人間の声の二作がある。このオペラは19世紀に多く作られた恋愛を中心としたロマンティックな愛憎劇とは全く異なり、シリアスな内容となっている。すでに世界的に高い評価を得ているが、オペラ名曲百科の著者、長竹義幸は、恐ろしいほど遮った名曲。現代フランスオペラでは最高峰であろうと評している。ゲルトルート・フォンル。 フォール・ベルナノス20世紀のドイツのカトリック文学を代表する女流作家、ゲルトルート・フォン・ル・フォールが1931年に発表した小説、ント大歌の最後の女をジョルジュ・ベルナノスが台本化した。リブレットの起源は、コンピエーニュの16修道女巡教者というカルメル海修道女の処刑という史実の中で、生き残ったマザーマリーが書き残した。 証言が1906年に出版され、ルフォールがこの実話に基づいて小説化した。レジスタンス運動で活躍した、オーストリアの神父、ブルックベルガーがこれを映画化しようということで、当時のカトリック文学の重鎮ベルナノスが指名され、映画のシナリオが作成された。なお、末期ガンと戦っていたベルナノスはこれを書き上げた、直後に死亡してしまい。 原稿は死後彼の書斎で発見された。このシナリオは当初映画には不向きとされ、戯曲として舞台上演された。映画制作にはさらに時間がかかり、オペラ化の方が先行することになった。プーランクはこのリブレットを読み、すぐに気に入りオペラ化できる確信を持つに至った。主役にはドゥニーズ・デューバルを想定して作曲を進めた。なお、映画自体は、 フィリップ・アゴスティニ監督とブルックベルガーにより1960年に、レ・ディアローグ・でカーマリートとして、ジャンヌ・モロー、アリラ・ラバリ、ピエール・ブラッスールラの配役で完成している。エリン・ロンボ、2011年のストックホルムでの上演、ラルース世界音楽辞典によれば、本作は稀に見る完全に宗教的なオペラであり、基本的には、女性のために書かれているため、 男性はたまに補助的にしか出てこない。ジャン・コクトーの台本による人間の声と同じくオーケストラは戦慄戦を演奏しないだけに女性は自由になっている。この作品はプーランクの亡き母の思い出に捧げられており、その声楽様式はレスタティー・ボート・アリアの混合である。女性合唱は二度にわたって無伴奏で二曲の宗教曲、第二幕の アベマリアと殉教者が断頭台に上がる折、サルベ・レジーナを歌う。この二つの歌は、カトリックの伝統音楽から取ったものではなく、プーランクによって、特に書き直されたものである。このオペラの慎みとスペクタクル的効果の欠如、そして内密さは、還元落法の透明さと共に高く評価されている。プーランクは、ベルナノスの情感溢れるセリフを、 還元学で書き消すことを避けるため、モンテベルディのように気学を抑制して、歌唱の効果を最大限に生かす方法を心がけ、繊細で抑制の効いたオーケストレーションを実現している。また、ドラマの進行に関しては、全体に内政的な雰囲気を保ち、人物の内面の心理に重点を置いたドラマを構築している点では、明らかにドビュッシーの ペレアスとメリザンドの影響が見られる。また、火星信仰やオスティナートの多さには、ムソルグスキーのボリス・ゴドゥノフの影響が伺える。このオペラでは、20ほどのモチーフが音楽の基本を作っているが、その表現はベルナノスの宗教観と密接に結びついている。例えば、新修道院長が修道女たちに抱く愛を歌うとき、 そこに流れるのはブランシュが兄に向かって歌う時の音楽である。こうした音楽素材の共有により音調の転移や苦悩の果敢性が監督される素地ができる。シングルーブオペラ時点ではこのオペラはプーランクの後期の作品の中でもとりわけ1930から40年頃彼が到達した宗教的音楽的境地を統合したものになっている。 この時期、友人の不慮の死が彼に新たな成熟をもたらし、彼はカトリックの信仰を再発見した。技法的、形式的に高いレベルに達しているにもかかわらず、しばしば調整のある旧式の音楽様式を採用したと弁明していたと解説している。また、本作はプーランクの音楽の集大成と言える内容となっており、 作曲者本人の過去の作品からの部分的引用が多く使われている。具体的には、ミサ曲と、蝶々、オルガン、弦楽とティンパニのための競争曲と、単調、ピアノ競争曲 A 派単調、野奏曲第一番、歌曲集、霊気と、非、少々ババールの物語、二つのクラリネットのための、ソナタなどである。1957年の初演の後、 同年9月20日にアメリカ初演はサンフランシスコ歌劇場にて行われた。英語で歌われ、出演はドロシー・カーステン、レオンティン・プライス、クララ・メーターナーラ、四はエーリヒ・ラインスドルフであった。イギリス初演は1958年1月16日にロンドンのコベント・ガーデン・ロイヤル・オペラ・ハウスにて行われた。出演はモリソン、ジョーン・サザー・ランド、 ワットソンら、指揮は、ラファエル・クーベリックであった。日本書演は1990年に日本オペラ、新公会オペラ歌手育成部により、日本都市、センターホールにて行われた。約2時間45分。ド・ラ・フォルス公爵の書斎。書斎で歌た,た寝していたド・ラ・フォルス公爵は、騎士ド・ラ・フォルスから、ブランシュの乗る馬車が群衆に取り囲まれて身動き、できないとの知らせを聞き、 ブランシュの身を案じていた。ほどなくしてブランシュは戻り公爵は安堵するが、ブランシュはコンピエーニュの修道院へ入りたいと言い出す。カルメル海修道院の応接官。数週間後、ブランシュは修道院長のクロワシー夫人に修道院へ入れてほしいと頼む。修道院長は修道院は世俗の危険から逃れるために入るものではないと。 咎めるるがついににはブランシュを受け入れることにした修道院内。ブランシュはいつも明るい修道所コンスタンスに対し、修道院長が病心なのに不謹慎だと責める。コンスタンスは修道院長のためなら、好みを捧げてもよいと返し、さらに自分とブランシュが若くして同じ日に死ぬ夢を見たと語った。修道院の病室。死に瀕した。 修道院長は修道助長マリーを呼び、ブランシュを支えるよう頼んだ。入ってきたブランシュにも直接トすが、ブランシュが退出した直後、修道院長は病の苦痛に耐えきれず錯乱する。ブランシュが再び入ってきた時、修道院長は正気を取り戻し、そのまま亡くなっていった。コンピエーニュの殉教者礼拝堂。ブランシュとコンスタンスは、 修道院長の棺の手腕をしていた。時間が来て、コンスタンスは、交代を呼びに礼拝堂を離れる。ブランシュは怖くなって扉へ向かうが、出くわしたマリーに、棺から離れないよう咎められた。修道院の庭。ブランシュとコンスタンスは、修道院長の墓を花で飾り付けながら、次の修道院長に、誰がなるか話をしていた。続けて、コンスタンスは、 修道院長がなぜあんなに苦しんで亡くなったのか、死案し、おそらく修道院長は他人の苦しみを身代わりに引き受けたのだろうと結論した。三次会室。リドアーヌ・プジンが新しい修道院長に選ばれた。新修道院長は就任の挨拶をし、今後も神に祈りを捧げ続ける、よう修道女らに語った。修道院の廊下。 キシドラ・フォルスが、ブランシュを連れて国外へ逃げるために、修道院を訪れた。修道院長は、マリーの立ち会いの下、面会を許可した。面会室。キシドラ・フォルスは、父も心配していると告げて、ブランシュを連れ出そうと説得するが、ブランシュは、修道院に泊まることを選んだ。キシドラ・フォルスが去った後、ブランシュは弱音を口にし、マリーの励ましを受けた。聖御室。 政府によって政務は禁じられた。修道院でミサを取り仕切った司祭は修道院から離れ身を隠すことにした。修道所らは不遇を嘆き、マリーは殉教こそが国に信仰を取り戻す道と語るが、修道女長は殉教すべきでないと説く。司祭が群衆に追われて修道院に戻ってきた。群衆は修道院の門を開けるよう叫び声を上げる。 修道女たちはこれを防ごうとするが、結局門を開けることとなった。群衆とともに修道院へ入ってきた役人は、修道院を解散させ、建物を接収するとの命令を告げた。ノーフォークのクイデナムにある教会のステンドグラスに描かれたカルメル山の聖母廃墟となった、礼拝堂。修道院長がパリへ行っている間、マリーの提案で殉教すべきか否かが無記名投票に、 かけられることとなった。反対票が一票だけあり、修道所たちはブランシュが投じたものと推測するが、意外なことに反対票を投じたのはコンスタンスだった。しかし、コンスタンスは反対票を撤回すると宣言し、修道所たちは殉教することとなった。この間に、ブランシュは怖くなって、修道院から逃げ出した。修道院の外の通り、戻ってきた。 修道院長以下、修道女たちは平服に着替える。役人からは、市民は常に見張っているとの警告を受けた。キュードラ・フォルス皇帝の書斎。ブランシュは、群衆に選挙されたかつての自宅で、メイドとして働いていた。ある日マリーがやってきて、もっと安全な場所があると教え、ブランシュに住所を伝えるが、ブランシュは、ここが一番安全だと主張して、動こうとしなかった。 バスティーユ近くの路上。ブランシュは、コンピエーニューのカルメル海修道院の修道女たちが、逮捕されたという噂を耳にした。コンシェルジューリ監獄。修道女たちは、牢獄で過ごす初めての夜を迎えていた。修道院長は、何者も信仰を奪うことはできないと解き、また、自分も、殉教の誓いに加わると宣伝する。コンスタンスは、ブランシュが、 牢獄にいないことに気づくが、最後には必ずやってくると確信していた。役人が牢獄に入ってきて、修道女たちが革命を転覆する企てをしたとして、その全員を死刑にすると宣告した。バスティーユ近くの路上。マリーは修道女たちが死刑になると司祭から聞き、自分も殉教すべく、刑場へ向かおうとするが、司祭から。 あなたは命を流らえることが神のおぼしめしに従う道だと説かれる。革命広場。修道女たちはサルベレジーナを歌いながら処刑台へ向かい、一人ずつギロチンにかけられる。コンスタンスが最後の一人として処刑台に立った時、ブランシュが形状に現れた。ブランシュはコンスタンスがギロチンにかけられて途絶えた歌を引き継ぎ、来たりたまえ。 創造主なる精霊を歌いながら、コンスタンスと同じ日に命を失った。ありがとうございます。